国際人道法で定められた民間防衛を表す国際的な特殊表彰。民間防衛隊でも使用された民間防衛隊の旗ドイツ民主共和国民間、防衛隊はドイツ民主共和国の民間防衛組織。災害や事故などの際に市民及び施設、財産等を防衛することをその任務とした。また戦争など有事に際しては軍による戦闘から、 市民を防衛する役目も負っていた。国家人民軍とともに鉄道事故の復旧作業に従事する民間防衛隊員ドイツにおける民間防衛の始まりは第一次世界大戦に遡る。平時における防衛のうち非軍事的な要素を軍以外が担うという意見は当時から存在しており、これは例えば戦災への対応などに見られる。また、 第二次世界大戦でも空襲及びそれに伴う火災などへの対策を行う非軍事的な民間組織が活動した。ドイツ民主共和国では1950年代から防衛に関する諸措置とともに民間防衛に関する議論が交わされるようになった。これに従い消防隊の臨時編成などの制度が制定されたものの、これは1956年に廃止された。 その後、内務省でも、即応消防隊の編成が行われることとなり、地域自治体レベルでの作業部会が設けられ、関係幹部らは、ソ連防空学校などで訓練を積んだ。1958年2月11日には、人民議会にて、後の民間防衛法の基礎となる、防空法が制定された。これに基づいて、州や県などの自治体単位、あるいは、 国有企業や観光庁単位での防空隊が編成された。1958年の防空法は警戒システム及び防空体制の確立、またそれに伴う組織体制の確立と防空管区の設定を目的としていた。1970年9月16日には民間防衛法が制定された。これは有事を想定して防空法を拡張したもので、 これに基づき民間防衛隊の設立が行われた。民間防衛法では救助、修復、義務、消防、防空、偵察、保安、地区の掌握などが民間防衛隊の任務として定められていた。また地区ごとに小隊あるいは分隊による部隊編成が行われた。民間防衛隊の基本的な運用方針はドイツ、民主共和国閣僚評議会によって決定されていた。 また、閣僚を評議会における決定や命令などの発表はしばしば国防評議会を通じて行われた。総司令部はベルリンに設置された民間防衛隊本部である。しかし、地区、県、市町村など地方自治体の市長にも指揮権が認められており、民間防衛隊の指揮系統は極めて複雑になっていた。こうした問題を解決するため、 命令系統を整理するいくつかの布告がなされている。民間防衛隊では現職の国家人民軍の軍人が指揮官を務め、観光庁及び企業職員、その他市民による志願兵を指揮した。隊員にはジバルバーティデ軍と刺繍された袖章が与えられた。訓練中の民間防衛隊員民間防衛隊の隊員は各地の民間防衛隊研学校で訓練。 教育を受ける。また、ベース校に設置されていたドイツ民主共和国民間防衛隊専門学校は登録における最高教育機関の一つだった。最後の専門学校長はアルベルト・パンカウ少将が務めた。登録におけるその他の大学や専門学校でも職業教育の一環として民間防衛に関する教育を施していた。職業学校や高校でも 民間防衛の歴史が必修科目に指定されていた。1970年9月16日、民間防衛隊厚労省が制定された。また1977年10月25日には、民間防衛隊金属気象と、民間防衛隊模範勤務気象が制定された。ベタービュクツアドイチェンミラトレシクト、1、ウフル、1985。 L ナンバー5 p 84? 1 8 9 8 4 s 1 1 0 1ベルタイディグングスガセツ S フォム13オクトバー1978ウェジンクガセツツフォム25 MRZ1982 ダイオンセロフバノードトナン ZV フォム25 MRZ1982 ありがとうございます